はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。本日はね、シャンデラーを使って対戦の方やっていきたいと思います。さあね、このシャンデラー、ツイッターで何か面白い使ってて楽しいポケモンっていますかっつったら、トリックルーム脱出パックオーバーヒートシャンデラーが面白いですよって言われたので、ちょっと使ってみたいと思います。本当にありがとうございます。というわけでね、この脱出パックオーバーヒートシャンデラー、さあやっていきましょう。さあマッチングしました。ピカチュウが刺さりまくリングだな。ピカチュウが刺さりまくリングだけど、そうだよな、上の2匹以外全員ピカチュウでボコボコにできるんだけど、まあ、ピカチュウの回じゃないので今回はね、シャンデラからいきましょう。シャンデラクレベースカラマネロでいきましょう。さあマイコさん、対戦よろしくお願いします。さあいいね、結構おしゃれな、ストリンダーが一番出てきてほしくなかったんですかねえ。どうしよっか、カラマネロに引っ込めるのは割とありなんだけど、いやもう無理、めちゃめちゃ強引に突っ張る、トリックルームでたたり目、いやたたり目は耐えるでしょ。 OKOKOK 急所でこれか。OKOK、 たたり目とか覚えんのこいつやばくね、絶対ほっぺスリスリ覚えてるじゃんお前。さあオーバーヒートで、さあこの自慢のシャンデラの実力を見せてやるよお前、びっくりするぜ。さあオーバーヒート、下手したら落ちない、あいいね、ちょうどいい感じ。さあ脱出パックで戻っていく。さてじゃあカラマネロでいきましょう。で何が飛んできても耐えます。オーバードライブも余裕か、余裕ではない、まあいいや。さあバカ力でミミック、それ読まれてミミック出されるとマジ天才プレイヤーなんだけど、それはそれでその時考えればいいや。さあバカ力の起点にできるので、このカラマネロの天の弱という特性、本来だったら能力が下がるときに上がって上がるときに下がるという、なんか不可解なね、まさに天の弱な性能を持ってるんだけど、これが強い。さあバカ力さすがに落ちると、今一つでも。さあでさあに、A と B がね1段階ずつ上がると素晴らしいね、この脱出パックシャンデラとのね、あの相性が非常にいいと、素晴らしいね。まあ脱出パックシャンデラのアイデアは俺のじゃないんだけど、なかなかね。さあギャラ威嚇であれ、威嚇ではない、さすがにな。どうしよっかな、これダイマックスしてあのダイナックル打つと A が下がるっていうバグがあるんだけど、まあてかギャラが何しに来たんだ、もう一回バカリキ打てば何飛んできても耐えるべ。オッケーオッケー、飛び跳ねる飛び跳ねるはやばいな。まあいいか、もう一回ばかり切れ、じゃあ適当にね。じゃ麻痺すんなよ、そこなんだよな、そこなんだよな、なあ。さあ歪んだ時空が元に戻る。いやーめんどくせー、地獄好きで、いや一発耐えるんじゃない、一応 B2 段階上がってますけど無理かな、さすがに。
いや、変えるべきだったかな。一発耐えてほしいな。ちょっと頼むよ。ダイジェット。お、耐えるよね。よし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 。あと分かってるよな、お前。ちょ、分かってるよな。ここで地震過剰発動させるわけにはいかないので、クレベスに下げます。いや、なんで、ああ マジで意味がわからねえ。許せねえんだけど俺。許せねえよ俺。あーってか、なんでそんな考えることがあるの。さあ、カラーマネロ引っ込める。いや、もうカラーマネロに仕事がないんだけど。さあ、クレベースクラスの B があれば余裕で耐える。そうでもね 思ったより効いた。めんどくさ。いや、オッケーオッケーオッケー。とりあえずね。さあ、ギャラは起点にできるかな、呪いで。できるかできないかで言ったら、できない寄りだよな。いや、厳しい。雨降っちゃうのかな。滝登りで昼間瀬ゲーミング部してればさ、それで勝てたりするだろうから、相手からすれば。相手がかなり有利じゃない？うわ、厳しい。相手が、裏がさ、物理型なんだったら、てか相手も絶対裏物理型か。あ、物理型しかいねえじゃん。じゃあ、呪い積みまくろう。滝登り、これがどれぐらい入るか。受けきれてないかな。いや、微妙じゃない？雨が上がればいける。あと、ひるまなきゃまだギリギリいけると思う。食べ残しで。さあ、呪いを積んでいく。いや、厳しい。いや、マジで。次、ひるまないでくれ。頼む。OKOKOK。鉄壁の方が良かったかな。 マジで厳しい。アイスボディじゃなくてマイペースなんだよな。ミスったから、アイスボディにしてれば雪なだれ大アイス打ってどうのこうのができたからな。うわー、いや、もう一回呪いを積もう。急所に当たんなきゃ耐えるし。さあ、OKOK。で、雨が上がる。急所が怖えな、マジで。さあ、雪なだれで。いや、多分、滝登りはもう絶対耐えるから。OK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 。さあ、ギャラドスを倒す。てか、絶対に耐えるんだったら呪い積みまくってよかったな。ミスったかもしんねえ。
いや厳しい。さあドリューズ、今どんぐらい上がってる？てかもう少し回復してればまだ耐えられる見込みがあったんだけど、いやミスったな。いやでも B4 段階上昇でしょ、言ってくれなきゃ困るぜ。あ待って、大ゴールすればよくね、大ゴールしようぜ。オッケーオッケーオッケー、ダイマックス切って大ウォール地震、さあガシンと弾くで食べ残しが発動して本当にちょっとだけ回復すると66で、耐えてくれなきゃ困る。耐えてくれなきゃ困る。お余裕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 、あーすごいすごいすごい、いや強っ。さあお疲れした。え思ったよりつ、え硬っ。え硬っ、マジでクレベースさん強すぎ、ダイマックスする必要なかったね。さあマッチングしました。うわーあーうんない、いやでもトリルしてくるパーティーには見えないな。あーあーああ、シャンデラクレベスカラマネロでいいでしょう。さあトマトさん対戦よろしくお願いします。しかも背番号がラッキーセブンでいいですね。みんなおしゃれだな、ちょっと俺もおしゃれに決めようかな。さあサニーゴ、サニーゴどうしよう、あんま考えてなかったんだけど、あトリックでさ奇跡奪ってもよくね、トリックで奇跡奪おうぜ。ちょっとおい、この自慢のシャンデラにびっくりしろマジで。サニーゴの方が遅いでしょ、シャンデラもほぼ最中だけど。オッケーオッケー、さあ奇跡いただきます。さあお疲れで、脱出パックをいただく。熱湯なんて覚えてんの君、え熱湯なんて覚えてんの、何その自慢の、やめて。さあ君を流したいということでマジカルフレームで、さあ帰れ。あめっちゃ入る、しかもで脱出パックが発動すると、見てこの自慢のシャンデラ。こういうことできちゃうんですよね。さあさあお相手さん悩んでる、ドラパルド、ドラパか、色違いドラパはかっこいいね。いやいやトリックルームで。物理型だったらね多分、あ大魔切ってくるか、じゃあ微妙かな、一発ぐらいは耐えてくれる気がするんだよな、 HB に振り切ってるんでシャンデラさんが。大魔切ったってことはあれでしょ、多分物理型だと思うのよ。どうかな、大サイコ？なんだ？な、何サイコそれは。何サイコなのそれは。ん？大サイコって何？何が元になったら大サイコになるの？サイキネとか覚えんの？え、でも全然入ってないから多分、あ、なんだろう？わからねえ。
マジカルフレームでいくか。とりあえず特殊型なのか物理型なのかもわからん。で落として来てくれるでしょ。オッケー。急所に当たる。大サイコって何マジで。額が足りなくてわからん。ちょっと調べるか。サイコファングか。じゃあ物理型だな。オッケー、じゃあクレベースで。サイコファングなんて覚えんのこいつ。初めて知ったんだけど。さて、呪いで多分大ホローとかで突っ張ってくるんじゃないかな。あ、それは関係ありません。呪いで ガン積んでいこう。大ドラグーンか。それはそれでいいぞ別に。で全然効かないぞ。さて、じゃあ呪いをもう一回積むか攻撃するかだけど、なんか引っ込めてくるんじゃね。雪なだれでいくか。こらえる。何それ何それ何それ、何その自慢のトラパルト、やめてくれよマジで。あー、なるほどね。弱砲発動させたかったと。弱砲発動させたかったっつっても、だからなんだよお前、物理型なんだろ。だったら起点にさせてもらうぞ。いやマジで関係ないぞお前の弱砲なんて。さあ呪い、さあゴーストダイブ。オッケーオッケー。体力もねほとんど満タンになりましたよ。さあ歪んだ時空が元に戻った。まだ積む必要があるか否か考えよう。いやもうないかな。いや A2 段階ぐらいは上げときたいか。いやちょっとこれ以上攻撃食らってもめんどくさいんで、雪なだれでいきましょう。でこれでドラパルドは突破ですね。さあこらえるドラパルドなんて初めて見たし、こらえる覚えるんだっていう、あの衝撃の事実ね。あの本当にびっくりしてる。やめてくれマジで。さあお相手さん何出してくる。サニーゴ、力を吸い取るがあったとしても、ジャイロボールはそんな効かないだろうし、雪なだれも入らなそうだけど、まあ、いや雪なだれでいっか。でいっか別に。A に自信がある方じゃないしな。うん、さあこれがどれぐらい入るか。全然入らん。全然入らないんだけど。引っ込めるか。いや、あ、カラマネロに引けばよかったじゃん。いやカラマネロでもう一回力吸い取ってくるかな。力吸い取ってくれるとありがてえ。さあお願い。無理ー、サファリパーク。まあ いや全然効かない。さあ地獄好きで、これでおそらくサニーが落ちますね。さよなら。マジで君化け物すぎない。やけどすると嫌だ、やけどすると嫌だ、
よし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 。オッケーオッケー。素晴らしくない？さあ地獄好き。呪われボディはめんどくさいな。まあ、いっか。これは勝ちましたね。さあシャンデラがね最初面白い活躍をしてくれたので良かったんじゃないかなってところかな。さあじゃあバカ力で、ん、何を考えてんだ。え、今から TOD 狙ってくる。まだまだでしょう。さあそれは全然入らないよ。あーと思ってた実態が私にもありました。あ、無理か。いやさざめきは無理か。チョッキ持ってれば耐えるべと思ってたけど、いや虫、そう虫4倍だっけ。いやーった信じ、まあいいや、ジャイロボールで終わりでしょう。それは舐めてる、それは舐めてる。いくらなんでも君それはクレベスのこと舐めてる。あーお疲れ。はい、対戦の方やっていきました。さあね、トリックルームからオーバーヒートで次につないでいく、まあ、1体をほとんど削って、次につないでいったりとか、トリックからのマジカルフレームでね、強引に、ポケモンを流したり奇跡を奪ったりできる面白いシャンデラ、まあ、ぶっちゃけ強いか強くないかで言ったらそんなに強くないかもしれないけど、まあ、使ってて確かに楽しい、ポケモンでしたね。ありがとうございました、教えてくれて。まあ、他にもね、どっちかというとクレベースとかがすげえ活躍したんだけど、クレベースとかもツイッターで、教えてくれたんですけどね、またそれは、次の動画で紹介したいと思います。よければねチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。それではまたバイバイ。